いやね、会社に通わなくていいっていうのは結構いいね。配信がずっとできるんだよ。なんか不安もあったけど、会社辞めてできるかなって、ちゃんとやっていけるかなっていう不安もあったけど、なんかやっぱ嬉しいよ。ああ、これずっと配信ができるんだっていう喜びが俺にはある。アドさんも頑張るな。あ、ペリカンさんどうもどうも。ドレさんのリスナーさんですよね。ペリカンさんいらっしゃい。いや、僕配信好きなだけっすよ。本当に配信が大好きで、この世界が好きなんですよ。なんか、俺がね、人生で3年以上続いたものっていうのが配信と、バンドと、あとなんだろう、ネットワークビジネスぐらいかな。飽きっぽくていろんなものに手出すんですけど、なんか熱中できるものが欲しいじゃないですか、男だったら。これで俺は生きてくんだ、みたいな。そういうのは音楽とネットワークビジネスと、ほんと配信だけでしたね。奥が深いっていうか、飽きないんですよ。なんか、すぐ手応えがあるものっていうのは、俺の中でつまらないもので、ああ、なんだ、こんなもんか、みたいな。配信は、知れば知るほど面白いですね。本当に。一生関わってたいですね。こんなに面白い世界があるんだって。なんかやったらやった分だけ稼げるっていうのが好きなんですよ、僕は。決められた給料で決められたことを守るっていうのは苦手な方で、ゼロからでもいいから、無から有を生み出すっていうのかな。その代わりに頑張ったら頑張った分だけ無制限に、稼げるし。で、しかも配信の面白いところって富と名声が一気に手に入るんですよね。これがでかいと思ってる。お金だけじゃなくて人との付き合いが始まるから、これは面白いっすね。なんでみんな配信やらないんだろうっていう思ってるぐらい好きですよ、僕は。もったいないなーっていう。ねえ、パソコンの前で、まあ喋るのも大好きだから、自己表現をしていく中で評価してもらえるっていうのはすごい嬉しいんだよね。ドコモでキャリア決済できないのなんでだろう。 au とソフトバンクはできるけどメッセージが出てしまう。ドコモできるって聞いたよ、俺。全キャリア対応してるって聞いたけど。できないのかな？パソコンで見てます？スマホで見てます？スマホからログインしてるんだったらできるはずなんですよ、多分。俺だってドコモで支払いできるよってリスナーさんに言われたから。なんでなんだろうな。できるはずっすよ、多分。スマホ？何なんだろう。ちょっとわかんないですね、それは。僕、アイテム投げたこと一回もないんで。なんでなんだろう。それちょっとわかんないですね。598発来るわけないだろう。目標高すぎ。いや、それくらい、それに近いぐらい来てるよ。半沢さん。来てるよ。だって、ちょっと待って。2ヶ月前、来たぜ。2ヶ月前の収入が、そんなに勝ち上げてないよ。2ヶ月前25万稼いだわけでしょ？まあ、単純計算でやらせてもらうけど、25万円割る500円は、500発来たんだぜ？ 2 ヶ月前。1ヶ月。来るでしょ。なんでさ、そういう思い込みでディスるの？なんか、君にはできないかもしれないけど、俺はできると思ってんだけど。すげえなって。認めてくれんだ。物分かりいい人でよかったわ。はっ！って立てついてくるかと思ったら、お、意外とやるなって言うと 物分かりめっちゃいい人だった。
そうそうそう。そんなにぶち上げた目標ではないと思ってるけど。うん。30万でしょ。その、600発で30万だから、そんなに今月はこれくらい稼ぎたいなーって感じで。うん。意外ともらってるよ、みんな。なんか、ふわっちで多分手取り15万以上稼いでる人って、先月で言ったらどれくらいかな？ちょっと見てみるね。大体の予想なんだけど、ふわっちの配信者で15万以上もらってんの、多分ね、うん、60人以上いるね。エセアカとお前どっちが稼いでる？ちょっと待って。あと、お前っていうのやめてくんね。別に俺、半沢さんと仲悪くなるつもりないしさ、なんか、お前って言い方やだよ、ちょっと。気分悪いからさ、別に仲良くやろうよ。なんか、普通に和道とかさ、言ってくれたら全然いいじゃん。なんか、マウンティングっていうかさ、お前の方が下だろ、みたいな。俺別に、半沢さんからさ、生活助けてもらってるわけじゃないしさ、媚び売る気もないけど、上から目線で言われることもないと思ってるからさ。うん。お前ごときでピキンな。お前なんなんだよ。だからそういう風になるじゃん。俺すげえ嫌なの。なんか初対面の人とかいきなりお前とか言うの失礼だと思うよ。普通に人として失礼だと思う。ちょっと待って、エセアカと比べんでしょ。エセアカ。うん。お前ごときでピキンなっつうか、お前っていうのは失礼だよ。どう考えても。うん、俺別にだって、半沢さんにお前って言われるような生き方してないもん。あれ、S やかいないな。うん、おはよう、それ言う。S やかがいない、なんでだ。S やかいないんだけど、なんで ?S やか。どこだろう ?S やか。S やか、俺より上にいないから、俺より稼いでないかな、エセアカは。ちょっと待ってね。エセアカどこいんだろう。エセアカが見当たらないから、多分ね、ランク圏外なんだと思う。稼いでないんだと思う。今、マンスリーランキング見てるけど、エセアカの名前がないもん。エセアカだから圏外かな。多分俺の方が稼いでると思うよ。おはよう。どこだろう。エセアカいないな。どうした？エセアカマジでいないんだけど。稼いでねえのかな。赤番した？先月20万稼いでってふかしてた。いや、エセアカそれくらい稼いでたよ。2、30万稼いでたんだけど、いないね。エセアカ消えた。だからアカウントがバンになったか、やめたか。さっきやってたけどな。稼いでないか。うどんさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。見当たらないね。ちょっと。俺もちょっと詳しい事情わかんないけど。まあ、そこそこ稼いでたけどね。2、3ヶ月ぐらい前は。2、30万は稼いでたから。結構いつも上位にいるイメージだったけど。もうやめちゃったのかな。あ、いた。エセアカはだいたいね、15万いかないぐらい。12万ぐらいかな。3月の給料、12、3万だと思う。多分、この数字だと。いた。エセアカ72位で、19万4433円って書いてあるから、13万円ぐらいかな、手取り。エセアカは13万だね、3月の手取り。3月ね、当たり外れ多かったんだよね。全体的にふわっちが盛り上がってないっていうのはあるかもしれない。全体的に。結構ね、厳しい月もあったけど、4月に入ったからすごいアイテムもらえるよ。格闘技祭、いや、勝つつもりではやってるけど、やっぱみんな強いし練習してるからね。これのことでしょ？うどんさん。多分、捨て頃のこと言ってるんだと思うけど、これ出るよ。うん、真ん中にいるでしょ？和道って。うん、俺の対戦相手はテレチャンピンっていう人。うん、練習してるよ。頑張りまーす。エセアカの最高月収200万だってよ。ああ、まあそれは本当なんじゃん。エセアカってふわっちの黎明期からやってたから。うん。20万は絶対に稼いでないかな。俺はね、テルチャンピンって言って、ふわっちでやってる24歳の人気の男の子だね。俺の隣、左隣にいるんだけど、テルチャンピンっていう24歳の若い子とやる。方形チャンピンって呼ばれてんの。
青山って呼ばれてる子ね、うん、そう俺はテルとやる。本当はパルパルとやりたいっつって指名したんだけど、パルパルに逃げられちゃったの。結構盛り上がってるよ。300席埋まって。もうソールドアウトしたから。使える情報もらったわ。もうお前用済みだから行くね。じゃあなあざこ。はい、NG でーす。もう二度と来なくていいでーす。はい、さよなら。パルパル嫌い。税金払えって言ったらブロックされた。パルパルはクソだよ。俺が殴ったんだけど、パルパル。殴った理由は俺のリスナーディスしたの。俺はいくら叩かれてもいいけど、人のリスナーディスるっていうのはちょっと考えられないなと思って。ウェイト近い同士でやるの。一応そういう風に言われてるんだけど、便所太郎さんの対戦相手、ポンスケって言って全然体重軽いんだよね。ウェイト近い順って言って、言ってるはずなのに、主催者の便所太郎さん全然ウェイト軽い人でやるから、おかしいなとは思ってる。そこはね、面白いところですよ。一応俺と、テルジャンピンがやる理由は、ウェイトと体格が似てるからっていうことで、だったんだけどね。パルパルはダメだって言われて。うん。本当はパルパルをね、リングの上でボッコボコにしたかったんだけどね。もう、グーの根も出ないぐらいボッコボコにしてやろうと思ったんだけど。ダメだ。逃げられたわ。便所さんにウェイト近い人、ゴロリさんとか。わかんないけど、誰がいるかな。でかい人は結構いるんじゃないの、うん、だからまあ、便所太郎さん強いから、やる相手難しいよね。うん、名乗り上げる人がなかなかいないから、強いからね、普通に。便所さんは。格闘技経験あるんだもんだって。格闘技経験ある人は今回負けないと思うよ。だから、一番面白くなるのが、みやびさんとどれの深夜食堂さんは二人ともガチ勢でトレーニングしてるから、みやびさんとも飯食ったんだけど、やっぱりキックボクシングの試合じゃんや、練習ずーっとやってるんだって。あいつ格闘技ガチってる。なんでプロだったでしょ？確か。確かだけど、便所太郎さんって元プロだよ、総合格闘技の。だから、普通に、なんだ、飯食った時、ちょっと修行の成果を見せろってやってもらったけど、普通に動き良かったよ。太ってたけど。全然うまいっていうか、勝てないって思ったね。あとなんか、YouTube とかで、なんだ、プロレスラーとかと、なんかこう、アマチュアレスリングかな？なんかこう、やってたけど、普通に勝ってたし、相撲で。普通に便所太郎さん強いと思うよ。デブなのに強いんだよ。うん。いやなんかね、デブって弱いと思われてるけど、デブって意外と強いからね。そう。俺の中ではデブ強い説が結構あるんだ。デブをあんまり舐めない方がいい。デブは強いよ。そう、動けるデブ。便所さんまさにそれ。動けるデブ系。セブンと金梅どっちが勝つと思う？間違いなくセブンさんだね。100% セブンさんだね。もう、ここの試合に関しては、俺はもう、出来レースだと思ってるから。ワト2、デブは強いね。ロハコさんももうすぐ力が湧いてくるし、ロハコさんパワーあるよ、結構。うん。止めるの大変だったもん。ロハコさんはパワーある。うん。でかいしね。野田ゾーリとかもでかい。うん。いや、銀梅さんは、勝てないと思ってるけど、俺。セブンさん2戦やるからね。
うん、俺はどう負けるのかだけ期待してるかな、正直、うん、正直金梅さんは勝たないと思う。キックの人のサンドバック練習見たけど凄まじい、すごいっすよね。マサトとかの練習生でね、あの覗いたことあるけど、もうこんなの人が死ぬだろうっていう蹴り打つかんで、あんなあばら粉砕されるよ。だから素人は絶対実力ある人でやったらダメだよ、絶対ダメ。すごいよね、音が違うよね、しなるっていうか、早くてしなる。和道って結構コメント拾ってくれるんだな。楽しかった。また来るわ。ああ、ぜひぜひ、うどんさん、ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいですね。僕は基本的全員読みじゃん、コメントは。コメントは基本的全員読み。全員読み。うん。全部読む。読んだ方が面白いじゃん。あんまりうざったいなと思うのは読まないけど、顔出し配信者って不思議だね。なんとなく見ちまう。あのね、それは情報量が多いからっすね。簡単に言うと、そのまあ、人間のまあ、ラジオがなんでテレビに負けたのかって理屈そのまんまなんだけど、情報量が多ければ多いほどフックにかかるっていうか、興味が湧くかどうかなんですよ。で、トークだとトークの内容だけだから時間軸を支配されるんだけど、映像ってその映ってる画面の中にどっか引っかかるものがあるのかどうかっていう。だから極端な話さ、喋らなくても可愛い女の子が映ってたら絵になるわけですよ。閲覧取れるわけですよ。だから顔出しの方が有利なんだよ。顔出さなくてもその映像を動かすかみたいな、親近感も湧くしね。あ、こいつこういう顔してんだみたいな、うん、好きな顔嫌いな顔っていうのはあるかもしれないけど、安心感が生まれるんじゃん。俺は顔出さないで人集める人はすごいなって思うよ。顔出した方がもっと集まるだろうなとは思う。もったいないよね、顔出しすればいいのに。まあラジオ配信とかにも憧れるけどね。なんかトークを聞いてもらえるリスナーさんとか羨ましいなって思ったりとか、喋りが好きだからさ、うん、腹減ってきたな。蕎麦食おうかな。のんちゃん寝ちゃったしな。本当に？ああ、どうしようかな。のんちゃんお腹減ってない？減ってないか。どうしようかなと思って。人となり性格はわかるような気がする。そこで好き嫌いが激しく出ちゃう。そうだね。でもね、実を言うと、配信者って嫌われるのも、武器なんですよ。嫌われるのって意外と悪いことだと思ってる人多いんだけど、実はそうじゃなくて、配信者にとって一番
やばい状態っていうのは無関心な状態。好きの反対って嫌いじゃなくて、好きと嫌いって実は一番似てる状態って言われてるんですよ。要は関心があるんだけど、プラスの力が働いてるかマイナスの力が働いてるかだけであって、関心度は深いの。で、一番やばいのは嫌われることも好かれることもなくて、無関心な状態にされる。面白くないとか見たくないとか興味がないっていうのが一番やばいと思ってる。嫌われるのも才能かなっていうふうに思ってるかな。疲れるのと嫌われるのは同時に来るみたいな。そう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 。シマウマさんいらっしゃい。配信者はね、無視されるのがやばいっていう。だから嫌われる系の人だったらヒールキャラにもなればいいし、その、疲れキャラだったら囲われキャラ、アイドルキャラとかになればいいだけで。そう、配信でね、何かをやってくっていう上でね、誰からも注目されないっていう状態は本当にデッドな状態だから。関心で思い出したんだけど、横山みどりとうとう離婚したんだってね。ロハコさんの言ってた通りだったね。なんか一週間ぐらい前にロハコさん電話したら、オフレコですけど、オフレコっていうか配信中に電話したからオフレコもクソもないんだけど、みどりさん離婚しますねって言ってて。まあ離婚するに決まってるでしょ。女に手出しすぎだもん、あんなの。もう家庭じゃないじゃん、あれ。もう、みどりさんも、あれでしょ？家庭にもう魅力感じなくなってた。うん。ドレさんがリスペクトしてると言ってたので見に来ました。俺リスペクトしてますよ、ドレさんのこと。ドレさんから教わってるんですよ、格闘技は。ありがとう、シマウマさん。超嬉しいよ。ぜひ仲良くしてください。ドレさんとはよくお世話になって、今後も絡みが何回もあると思ってるんで、見に来ていただけると嬉しいですね。長い付き合いになりたいですね、ドレさんとは。うん、あの人は深い人だなと思って、面白い、やっぱり。すごい頭がいいっていうかね、なんだろうな、ドレさんって本来、配信やらない人なんだよ。ビジネスとかうまくいくし、他でもうまくいくのに、なんでこういう人が配信界に入ってきたんだろうっていう、そこがすごい面白いんだよね、俺。うん、なんか貧乏設定やってるけど、絶対金持ってるから。ドレさん今切れてます、リスナーに。まあまあ、登竜門ですからね。人が増えてきたらアンチも湧くから。まあ、初めて体験するんじゃないかな。そこの切り返しでドレさんのキャラクターって決まるから。俺は今、ドレさんがどういう風に今後なっていくのかって。登竜門なんですよ、今。ドレさんが迎えてる場面っていうの。だからさっきの話に繋がるんですけど、好かれると嫌われるっていうのが同時に来るのが配信なんですよ。で、ドレさんって今まで過疎だったから、好きな人だけ集まってたの。うん。そのバランスが変わったんだよ。うん。だから、ドレさんはこの対応の仕方で、今後の配信者としての生活が変わると俺は思ってる。だからね、そろそろブロック入れる時期なんだよ。リスナー選ぶ時期に来たっていうのがね、まだ多分わかんないんだよ。その過疎の癖で、ずっとリスナーさんを、ストックしなきゃっていう風になってんじゃないの。俺だったら即風呂だよ、こんな質の悪いリスナー。アヌンナキおはよう、いらっしゃい。なんかドレさんに言われてたね。どこで見たっけな、アヌンナキって。絶対俺だよね。ドレさんも今日初見だったんですが、私はくだらない切れ方見てもう見に行かないと思います。50代じゃなくヒカルと同じ。あー、ドレさん嫌いになっちゃったってこと？俺、ドレさん全然好きだよ。面白いよ。うん。面白い、面白い。うん。まあ、あんまりね、一回の印象で、そこが難しいんだよね。ヤドカリさんおはよう。実は、リスナーさん、初見さんとの出会いってすごい大事なのが、ファーストコンタクトなんですよ。その時の印象って絶対拭えないのね。だから、怒ってる時に出会ったら、この人こういう人なんだってなっちゃうから、しかも怒ってる時ほど閲覧が上がって、人が来やすいんだよ。だすごいデリケートなんだよ。あ、そうなんだ。そっかそっか。まあ、俺、ドルさんと仲いいから、ドルさんと付き合いとか会っちゃうけど大丈夫かな。それでなんか気分悪くなられても、ちょっと申し訳ないなとか思うから、それは言っておくよ。俺、ドルさん好きだからさ。ただね、今日はちょっと機嫌悪いね。な、煽られてるから、いじられてるっていうか。俺は全然あれだからね、ドルさん仲いいからね、そこだけ了承してください。うん。おはよう、カズさん。おはよう。今日も楽しんでって。仕事を辞めたから、もうずーっと配信できるよ。ぜひ応援してくれる人はアイテムお願いします。
よろしくでーす。お、ひなただ、ワード2。ひなたいらっしゃい。久しぶりじゃない？最近来なかったよね。ひなたいらっしゃい。まあ今、配信者としての実力。お、アヌンナキー、風船プレゼントありがとうございます。アヌンナキさんから風船いただきました。ありがとう。ありがとう。番組作りに、協力してくれてありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。調子悪そうだったから。そうだね。でも、だいぶ調子良くなってきたね。最近、風邪も治ってきたし、いい感じだよ。そっか。雪のサムネいいね。俺は雪、永遠の憧れの女性だからね。永遠に憧れ続けるよ。あんなに可愛いおばちゃんいないよ。なんかリスナーさんで北海道のリスナーさんとこの前飯食ったんだけど、雪とデートしてたっつって、同世代で。若い頃、二郎とかと付き合ってた頃、よく遊んでたよ、ゆきと、つって。まさかこんなことになると思わなかったな、つって。すげえなーと思って。超羨ましいよ。元気出してね。ありがとう。風船5個ありがとう、ひなた。ありがとう。元気出すよ。元気だよ、全然。お、野間犬さんだ。野間犬さん風船ありがとう。アイテムありがとうございます。おはよう。野間さん寝てないの？あぬんだけおにぎりありがとう。アイテムラッシュありがとうございます。サンキュー。嬉しいね。アイテムは嬉しいよ。いろんな配信の幅が広がるし、なんか自分にね、価値をつけて、値段をつけて見てもらったみたいで嬉しいよ。ありがとう。リリコさん、バーガー5個ありがとう。あざーす。ありがとうございます。サンキューでーす。あれ、消えちゃった。ちょっと待って。音楽消えちゃった。みんなおはよう。なおさん、風船ありがとう。カズさん、バーガー5個ありがとう。アイテムありがとう、みんな。寒いな。なんか、太ももが最近めちゃめちゃ太くなっててさ。ジーパンが破けるんだよね。旅行く前にジーパン買おう、新しいの。一年間ぐらいずっと履いてたらもう穴だらけだよ、破けちゃって。もう修復しない方、修復して直して使おうと思ってたけど。頑張るよ、ありがとう、アヌンナキさん。ありがとう。そう言ってもらえるのが一番嬉しいよ。これから旅配信も始まるしね、企画もバンバン始まるから、面白くなるとね、いいんだけど。ゆきさんの話題出してくれてありがとうね。ゆき、俺大好きだもん。風船ありがとう。なんか、かわいい年上の女性が大好きなの。石田ゆり子とかさ。ゆきは、
その中でも俺もジュディアンドマリー大好きだったから、うん、新しくねソロ活動になったから、まあジョイとかはいいなと思ったけど、あの持ち前の歌唱力がやっぱなくなっちゃったんだよね。あのパワフルで跳ねる音っていうか、そうユキのねやっぱすごいところはあの小柄な体でとんでもなくパワフルだったんだよ歌が。それがねなくなっちゃったのはもったいないなと思って、キャラ変したかんね。まあ結婚したりとか子供産んだりとかで多分変わっていったんだろうけど、昔のユキが好きだな俺は。うん、まあ、奇跡のおばちゃんだよ奇跡のおばちゃん。ユキって今いくつなんだ、ノンタンと同い年ぐらい。練習たまに潜ってみてます。しまってかっこよくなりました。そうだね、体重は結構落としましたね。 4,5 キロ落としたんで、もうちょい落としたら完成かなと思っててね。えいいよね、すごい素敵、笑顔が可愛いんだよね。風船ありがとう。あのね俺ね何がすごいかっていうと、あのそばかすの歌詞がすごくて、例えば音楽作ってる人だったり、あのバンドをやってた人だったらわかるんだけど、まあボーカル、ユキのそばかすちょっと調べていい？そばかすの歌詞誰書いたんだろう。そばかす、あのねそばかすってすごい曲なんだよ。ちょっと待ってね、ジュディアンドマリーそばかすで調べるわ。そばかす曲これだ。そばかすは多分ね歌詞が作詞がユイなんだよ。やっぱり作詞がユイなのね。で、あの大嫌いだったそばかすをちょっと人撫でしてため息を一つっていう歌詞を考えたとするじゃん。まあ、そばかすの歌い出しなんだけど、大嫌いだったそばかすをちょっと人撫でしてため息を一つっていうのを、あのメロディーラインに乗せるっていうのは天才だと思うんだよ。あの、歌ってみるとわかるんだけど、その、跳ねる曲なの。わかる？大嫌いだったそばかすをちょっと人撫でしてため息を一つって絶対入れないんだよ普通のアーティストって。これをねやっぱね聞いてて、あの歌詞をその当て込む才能みたいなのがすごいなと思って。でっぱちゃんおはよう、おはようございます。俺はユキは天才だと思ったよ、あれを聞いた時。あれを聞いた時俺は、あこの人は天才だなって、うん、なかなかできないよあれは。掘り返しちゃいけないものかもだけど、孫子の件はどういうことですか。え、どういうこと。もう全然掘り返しちゃいけない話題なんてないけど、どういうこと。もともと俺が孫子にディスられてて、なんか白血病なのはなんか和道の呪いだっていじられてて、俺はやめてくれって言ったのにやめてくんなかったの。だからまあ孫子のねことを、あのもう過去こういうことがあったっていうことを話して、で、まあ完全決着ついたっていうのが流れなんだけど、孫子の件はどういうことですかっていうのが何を指してるのか全然わかんないわ。うん。そう。結局だからめくれたって話だよね。うん。そうそう。孫子ファンがアンチに変わった瞬間だよ。和道さんの後ろにあるスライムのぬいぐるみかわいい。あ、かわいいでしょ？これ集めてて、キングスライム、ホイミスライム、スライム。で、キングスライムはあと2個上にあって、もうヤニだらけになっちゃってんだけど、エアコンの上には2体。だからキングスライム3体と、あとスライムがもう1体手に入ったね。うん、ありがとう、ひなたちゃん。おやすみ。アイテムありがとうね。おやすみなさい。あれで孫子はまた株が上がった。なんで株が上がったの？孫子の株下がったんじゃないの？みすけさんいらっしゃい、うん、株が上がったの下がったの間違いじゃないの、うん、逆でしょ、うん、株がダダ下がりしちゃうんでしょ、うん、すげえな、捉え方が半端じゃないの。
ポジティブすぎるでしょそれ。めくれてないよ。だって和道ハゲ孫子って手のひらに書いて病院移してたから病室にいることは証明された。え、なにそれ、なにそれ、和道ハゲ孫子って手のひらに書いて写真を出したの、知らないんだけど俺それ。え、なにそれ、あのだって Google で検索して出したじゃん、ひろゆかじゃなかったの。ん、どういうこと。何それ、全然知らない、全然知らないわ。へえ、嘘、そうなの、俺初めて聞いたんだけど今日。へえ、あ、全然知らなかったわ、今初めて聞いた。へえ、あ、そうなんだ。うん、へえ、あ、そう。あ、そうなんだ。アイラもびっくりしてた。だって俺アイラから画像送られて、証拠見つけたよっていうので言ってたから、アイラからもらった画像と照らし合わせたんだよ。それはアイラもびっくりするでしょ。だってアイラが証拠持ってきてくれたんだもん。LINE で。なんだそれ。まあいいんじゃん。初見さんいらっしゃい。リンリンさんいらっしゃい。もう泉さんの消されてる。だから、消されてる。アイラは和道がはめられたかもって言ってたよ。いや、全然わかんないな。その件に関しては。全然わかんない。俺は Google 検索された画像とか URL とか、その写真のダウンロードとか全部送られてきて、あ、俺これ黒だろうって普通に思ったけどね。なんで消されたとかも知らない全然。はめられたのかな。でもそんなこと、手の込んだことやるやついるか。そんな手の込んだことやるやついる、わかんないけど全然。まあでもあれじゃないの、何？孫子が病院に行ってんのは本当だったんでしょ？Google にもうないんだ。へぇー。何なんだろうね。そんなに早く消すことってできるの？ Google 検索から。わかんないけど。へぇー。だね。まあ俺は孫子は嫌いだから、もう正直もうどうでもいいっていうのが、まあ死のうが生きようが本気でどうでもいいと思ってるね。本気でどうでもいいと思ってるね。まあ、あそこのリスナーとはもう絶対関わりたくないし、孫子が死んでも俺は受け入れるつもりはないね。別に見なくて結構ぐらい、もうすごい頭に来てるから、俺はもう関わりたくない。それか無関心ですね。いや、関心ないもん、全然。普通に頭に来てるんだもん。嫌いな配信者？嫌いな配信者。関心がない配信者はいるけど、嫌いな配信者？別に、関心がない配信者はいっぱいいますけど、あんまりその配信を見るっていうのが好きじゃないんで、好きな配信者ならいっぱいいますけどね。うなちゃんマンとか、どれさんとか、よく聞くかな。特に最近ドレさんの放送はもう寝るときに聞くとか、お風呂入ってるときに聞くっていうのがライフワークになってるんで、夜ドレさんの放送まだかなみたいな、
決められた図鑑にやってもらいたいんだよね、本当は。この図鑑に起きてたらドレさんの放送が見れるみたいなのがあったらいいんだけど。一番見んのドレさんかな、うん、なんだろう。俺がもともと配信が好きで、この世界に入ったわけじゃないから、リスナーさんから始まってないのよ。俺の配信の歴史って。だから配信が好きじゃなくて、自己表現がしたくて、配信者からスタートしたの。リスナーからスタートしてないのよ。だから他の配信者もなんか見たりとか、誰がどうこうみたいなのはあんまり興味がない。正直言うと。うん、正直言うと、どうでもいいっていう。なんか配信会で起こってることってすごいくだらないことが多いじゃん。なんか人生として勉強にならないんだよ。だから、だったら YouTube とかにあるコンテンツで、その、なんかを評論してたりとか、ラジオ、昔の面白かったラジオを聞いたりとか、ね、あと学者さんのなんか論文の説明とか面白いじゃん、そういうのって。そういうのをよく見るけどな、ジャーナリストの放送とかよく見るけど、なんか配信者に時間割いてるっていうのがあんまりないかもしんない。うん。なんかあんまり配信に、なんか自分の人生の勉強になるのがいいなと思ってるから、なんでもかんでも。そういうのが好きだね。うん。うん。なんか、暇じゃないっていうか。暇じゃない。暇つぶしだからね、配信って。その、良くも悪くも。ただその、なんだろう。配信やる人ってさ、その、正直言うと、他にやることがない人だと思ってるの。配信をやる人って。例えば仕事をしてたりとか、なんかテレビ出たり、講演会やったりとか、文筆業やったりとか、いろんな仕事あるけど、やることがないから配信をやってる人が多いと思うの。うん。なんか、その文化があんまり好きじゃないっていうのは俺はあるかな。だからなんかこう、教養を深めたりとか、なんか経験をシェアしたりみたいなのが好きだから。おい、さまじろう、風船ありがとう。なんか自己否定にもなってしまって、なんか、切ない気分になるんだけど。それって俺がやることねえってことなんじゃないかっつうと、それは真剣に取り組んでるんだけど、みんなの暇を潰そうっていう、より面白くみんなの暇を潰そうとは思ってるけどね。なんか難しいところだよね、そこはね。自己矛盾だよ、自己矛盾、完全な。コーヒー買ってこようかな。なんか知り合いとかの配信者がなんか騒いでるのはすげえ面白いなと思うけど、特にそのツイキャスの男の子とか若い子たちの配信って全然グッとこないな。誰々が喧嘩したとか、誰々がディスってるとか、うん、そうなんだと思って、うん、なんかあんまり笑えないっていうか、わかる？その感覚。あ、若い子たちが騒いでるんだなっていうか、小学生とか中学生とかが、キャッキャキャッキャ面白いなってやってるんだろうなっていう感覚で見ちゃうんだよね。もう、年だからさ、30過ぎてるわけだから、あんまりそこに面白さみたいなもの見出せないんだよ。そうじゃなくて、知らないものを知る快感みたいなのってあるじゃん。そうだったんだとか、あ、こういう風になってるんだとかさ、そういうことの方が、好奇心として強いかもしんない。知的好奇心としては。あー、見ずにゃんか。見ないね。まあ、まあ、枠開いたことはあるんだけど、見ようかなと思っても、見れないっていうか、子供が面白がってるんだろうなっていう感じ。だったら俺はうなちゃんマンとかドレさんの話とかの方が、なんか面白いんだよ、やっぱ。ドレさんの話とかも、例えばね、うなちゃんマンだったら筑前煮の話で笑いが取れるんだよ。それって、その話が上手いからなんだよ。あとドレさんだったら、揚げ餃子の回がすごい面白くて、なんか餃子を揚げたのが安く売られてるけど、それは許せねえよみたいな話があって、そういう話の方が好きかもしんない。そう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 、キャピ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 しちゃうっていうか、まあツイキャスはまあ、キッズだろうね、完全に。完全に俺の客層では、まあ、
ほら、ミズニャンがその典型とか、キッズは見れないわってコメントになってるけど、ここを楽しむ人って、もうなんか、おっさんがバーで、こう、カウンター越しに、こう、飲みながら、楽しむぐらいの感じなんだよ、多分。あんなことあった、こんなことあったとか、これがくだらないとか。だからその、居酒屋で、一気、一気ってやってる人たちとは、まあ、俺らにもそういう時期あったよね、みたいな感覚だと思うよ。そういうのはちょっとみたいな。例えばさ、その30過ぎた大人の飲み会で、グイグイとかやってたら引くでしょ？いい年こいてたおじさんたちがやることじゃないでしょっていうかさ、それが楽しいってなってさ、結構痛いやつだと思うの、俺。うん、おい、飲んだ、なんで飲んでるのみたいなのやんないでしょ？俺はそれをやってる、若い子たちはそれでいいと思ってるから、だから別のコンテンツって感じだよね、もう。年齢層、だからその辺をね、相手にしてないっていうか。まあ、あれが楽しいんだろうねっていう、そういう時期だよねっていう感覚だと思うよ。うん。俺はあそこに楽しさを見出せないから。俺にもあったんだよ、そういう時期は。そういう時期は確実にあるんだよ、どんな人にも。うん。だけど、あそこではしゃぐ気にはならないかな。時間の無駄ってなっちゃうね。まあ、ツイキャスの中にも面白い人はいるかもしれないけど、うこの前外配信してた桜咲いてるかな？今から見に行く？おーい！トモさん！花火ありがとうございます！ありがとう！今月、一発目の花火？トモさん。俺さ、トモさん気分悪くしないでね。トモさん気分絶対悪くしないでね。俺ね、トモさんのサムネ見ると親近感が湧くの。気分悪くなったらごめんね。あのさ、トモさんの顔ってさ、俺同系統の顔だよね。トモさん美人だよ。トモさん美人で、あれなんだけど、俺とトモさんすごい顔似てるんだよ。あの、浅田ま、真央とかさ、浅田舞とか、わかるでしょ？なんか親近感感じない？俺女で、もし自分が美形だったらトモさんみたいな顔になるなと思ってて、トモさんのサムネ見るとね、なんかね、ちょっと親近感湧くんだよね。同じ系統の顔してるっていうか。うん。もう美人だと思うけど、俺の方がブサイクだけど、系統としては一緒っていうか。ふわっちは年齢層高いイメージ、だから落ち着いて見れます。そう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 。なんか無理に盛り上げようとかないんだよ。ゆっくり楽しんで、会話を楽しんで、こう、なんだろう、人生観であったりとか、そういうのを楽しむ人が、浅田舞言われるでしょ？うん。浅田舞よりなんかゴージャスな感じがするけど。で、俺、浅田真央って言われるから。すごい、系統が多分一緒なんだよ、顔の。うん。すごい似てる顔だなと思う。似てはいないんだけど、あの、親戚って言われても、あ、わかるっていう感じ。わかんないよ、サムネだけの印象だからさ。うん。でもね、和道リスナーって意外と、すごい綺麗な女の人とかいて、びっくりするんだよ。なんか、のんたんとデートしてる時に、女の人がリアドしてきたんだけど、リアルだったよ。全然悪い気しない？あ、よかった。なんかね、親近感がわかる。ともさんは。ともちゃん。なんか、美人な人とか、イケメンな人とか結構多いんだよね。なんか、社会的に成功してる人も結構いる。あ、この業界で活躍されてる人なんだとか、あ、すごいっていう、いろんな人がいるね。あ、面白いよね、いろんな人が見た方が配信は。
桜見に行こうかな。まだ咲いてないかな。桜っていつ咲くんだろう。東京桜、満開で調べようか。東京の桜満開。どこだ。満開は3月の3日だ。3月の3日4日ぐらいだ。明日ぐらいじゃないの満開は。っていうか桜ってほんと散るの早いんだな。一瞬でダメになるんだね。明日ぐらいだね。明日明後日ぐらいが満開だね桜は。じゃあもう咲いてんのかな。いい感じなのかな。七分咲き。上野もう咲いてた？じゃあ本当に咲く、もう本当に一日前とかに見に行っちゃったんだね。見に行く？今から、桜。全然いいよ、俺。本当だ。今日あたりがいい感じに咲くのかな。のんちゃん。のんちゃん、桜見に行かない？今から。桜。なんでのんちゃんそんなデブ症なの？もっとヒャッハーしようよ。ヒャッハーしない？だってもう残り時間少ないよ、俺と一緒にいられるの。デートしようよ、デート。デート。のんちゃん。のんちゃん。寝るの大好きだからな。ずーっと寝てるんだよ、のんちゃん。もう3日4日ずーっと何もしないで寝てるからね。まあ、しょうがないよね。うつ病とか持ってるから。俺も気持ちわかるんだけど。野田総理が早朝から上野で花見配信してるけど咲いてる。あ、そうなんだ。ヒロリンいらっしゃい。ヒロリンそのサムネって何なの？ゲルゲ？誰のサムネなのそれ。前から気になってたんだけど。これは、ゲルゲ？桜が咲く時期って天気は不安定だったりすぐ散っちゃう。そう。風とかね、雨とかで。今日は綺麗かもしんないね。のんちゃん、桜見に行こうよ。のんちゃん。のんちゃん、家にいても何にも始まらないよ。なんか遊び行こうよ。桜ってすごいよな。こんな一瞬しか咲かないんだもんな。切ない花だよね。野田総理、ニコ生から離れないね。一時期ツイキャスに浮気してた時期あるけどさ。俺は、なんか、野田総理がニコ生に居続けるのは、俺は好感度持てるんだよね。彼は暗黒系だから、ずっと居続けるのが一番いいんじゃないかなと思ってて。その方が客層を大事にできるよ。いいことだよ。新しいフォロワーさん、パミオさん、ナーさん、マルタカさんフォローありがとう。のんちゃん今日家で寝てんの？のんちゃん。寝てるの。マジか。ゲルゲじゃないんだ。ゲルゲっぽい顔だね。スカトロモノの AV から拾ってきた。スカトロモノの AV 好きなんだ。なるほど。ああ。なんかゲルゲなのかなと思って。
好きじゃねえよ。面白くてインパクトあるサムネが欲しかっただけ。まあ、その発想で言うんだったら、そのサムネは当たりだと思うよ。そのサムネは忘れないね。俺はゲルゲだと思ってたけど。ゲルゲの変顔だと思ってたけど。あ、センス出るからな、サムネイルは。サムネイルはセンス出る。かっこいいサムネの人とかもいるもんな。ただね、サムネをコロコロ変えるのはメンヘラだと思ってるから。これ、うなちゃんマンが言ったんだけど、それは絶対当たってると思う。サムネイルをコロコロ変えるやつは男も女もメンヘラ。これ間違いないよ。ツイッターやフワチとかなんかアイコン変えたことない。ああ、まあまあまあ、メンヘラじゃないね、じゃあ。まあ、そのサムネを変えたらメンヘラっていうのもちょっと乱暴な、乱暴な理論だけど。なんか、そのリスナーさんと会ったことあるわけじゃん、配信者は。あ、メンヘラだなってわかる。あ、うなちゃんの言ってたこと本当なんだって。どん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 そうなっていく。面倒なだけ。ユキ今45か。え、ユキ顔いじった？いじってねえか。ほんと年取らねえよな。ヒアルロン酸とか打ってんのかな。おはよう、抜け作さん、おはよう。よく寝れた？起きるの早くね。みーすけさん、風船ありがとう。ありがとうございます。目が覚めちゃったんだ。あんまり良くない睡眠だったのかな。じゃあ寝るのは俺人生最高の幸せだと思ってるから。睡眠こそ至高だよ。大好き、寝ること大好き。ずっと寝てたいもん。寝たまま死にたいよ。消えてなくなりたい。それはどの段階が好き？え？それはって何？それはどの段階ってどういうことだろう？どれだろうな。何の話？俺は30代前後のユキが好きかな。
ジュディ&マリーの後半の雪がすごい好きかな。寝るのが好きってことか。寝るのが好きって、寝るのって気持ちよくない？なんか俺はもう起きてる時間っていうのは基本苦しみだと思ってるの、本当に。これガキの頃から思ってて、生きるっていうのは全て苦行だと思ってるから。で、唯一そっから逃げるっていうか、そこじゃない空間が寝ることだと思ってて。楽しいことももちろんあるんだよ。あるけど、それすら苦しみの元だと思ってるから。全部は苦しみなんだよ、俺にとって。生きてる間っていうの。だから寝るっていうことはそっから唯一逃れられる方法っていうか。すごい、だから、いいね。寝るとき、寝てる間もそうだし。自分の意識がないっていうのが好きだね。うん、怖くても楽しくても夢を見ない、もしくは忘れてるときはもったいないと思う。あー、そっち派か。あー、そうなんだ。なんか寝るのがもったいないとか言う人もよくわかんないんだよね。なんか寝てる時間がもったいないっていう人結構いるんだけど、いや考えられねえわと思って、寝ることこそ喜びしかないわと。何もしなくていい時間ってほんと大事だよ。うん。なんかそのうまく伝えられないんだけどね、理屈じゃなくて寝るのが好きなんだよね。ずっと寝てたい。寝たままそのまま消えてなくなるとか結構ありだもんね。私も苦しみから逃れられる時間だから好きっていうのは同じ。いや、でも自覚をしてるわけじゃないんだよ。起きてる時は苦しいとかそういうことじゃなくて。うん。そう。基本生きることは苦しみだから。うん。なんか終わった感があるんだよね。寝ることによって。寝るの幸せだよね。幸せすぎてテンション上がって寝れなくて困る。アホでしょ、それ。それアホだよ。寝れるわーっつって、うん。でもなんかその、お酒嫌いなんだけど、寝る前に寝酒はなんかありかなと思って、梅酒とかさ。少し睡眠導入剤的に、なんかこう、眠りにつくお酒みたいなのは足しなんでもいいかなと思って。あの、スピリチュアリストはそう考えるらしいね。あの、寝るっていうのは死ぬ時の練習。そう。だからその、なんだろう。そうらしいよ。そう考えるらしいよ。スピリチュアリストは。なんで人間は寝るのか。死ぬ練習をしてるって。そうそう。おちんちんさんはどつ。でも最近気づいたら寝て、気づいたら起きてるって感じだから寝ているんだけど寝てないような感覚。あー。俺はだから睡眠障害も持ってるから、寝れる人は羨ましいな。ちゃんときっかり起きれて、ちゃんときっかり寝れる人は羨ましい。寝ながら寝落ちしながらワダちゃんの放送見てる幸せ。ありがとう。うん。ありがとう。俺もそう言ってもらえるのは嬉しいね。まあみんなが寝るまで、こう、耳のお供ができたりとかしたら。うん。オナニーしたら寝れるよね。俺だから、俺最近、これ、本当になんか変な話になるんだけど、まあ、寝る前にオナニーするんですよ、男は。だけど、もうそれが寝れないんですよ。オナニーしても寝れないから、布団についてから、3時間、4時間の間にオナニー5回とかしちゃうんだよ。もう本当に。俺さ、30過ぎてさ、寝るためのオナニーでさ、5回もループするとか結構悲しくなってきてて、本当にきついんですよね。12月から心不全で7日退院決まりました。お、シンクさんいらっしゃい。うん。あら、おめでとうございます。やりすぎだよね。ビラちゃんマンいらっしゃい。配信者もさ、ビッグネームって昔の信長、秀吉、家康のように、尾張の国が出身が多い。あー、尾張の国ってどこなんだ今ね、石川県とかなの？え、何県なんだろう？金馬とか、名古屋か。おお、なんか気性があるのかもしれないね。性欲ファイターなのかな。ユートビッチいらっしゃい。いや、チンコ痛くなるんだよね。でもね、俺ね、オナニーはやっぱダメだよ。オナニーはダメ。なんかね、やっぱね、もうダメだよ、オナニーは。あのね、オナニーが悪いとかそういうことじゃなくて気持ちよくない、もう。
全然気持ちよくない、オナニー。愛知県か。うん。明日のこと考えてまだやることあるのに、いつの間にか寝てるから罪悪感。責任感強いのかな、みずけは。俺は、エッチがしたいね。もう、オナニーに希望はないよ、本当に。そう。のんちゃんとエッチをし続けたい。うん。ダメだ。賢者タイムの、俺賢者タイムないんだよ。俺賢者タイムが意味がわかんないの。おはよう、イレブンさん、バガーここありがとう。イレブンさんありがとう。どのプレイが気持ちいい？まあ、全部好きだけどね。全部好きかな。なんだろう。全部好きだよ。どのプレイとかないね。全部好きです。最後血を出した人すごいね。俺のオナニーの記録11回かな ?1 日。違うわ。それ友達だわ。俺の記録は8回かな ?8 回です。11回のやつはもう最後苦しかったって言ってたよね。11回オナニーしたやつは苦しいって言ってた。AV 見ながら、オナホ行きして行き終わったら、この女、アホちゃん決定しなければ。もう、向こう側も思ってるだろうね。AV 女優もこの男アホだろうって思ってるから、アホだよね。今の彼女とは連れ添って長く連れ添っていけますか？神様じゃないんでわかんないんですけど、そういう気持ちですね、僕は。末長く一緒にいたいと思ってますね。結果はわからないんですけど、それは僕と彼女がその思いをどれだけ持続できるかじゃない？その約束？自分たちにした約束をどれだけ守れるかだから。で、男と女だからさ。二人でね、何かをするって難しいんだよ、やっぱり。だけど、それを叶えようとする姿勢っていうのが俺は美しいと思うから。8回1時間にしたらどれくらい？やっぱ6時間ぐらいかな。6時間ぐらいずっとオナニーしてた。俺5回か。もう後半きついよ。苦行だよ。ほんとに。西日本より東日本の配信者って少ない気がする。どうなんだろうね。あんまりそこにこだわったつもりないけど。一発何分？いや、早い時は1分以内で終わるよ。全然早い時は1分以内に終わるし、オナニー基本早いよ、俺。早いよ。1分以内で終わるよ。ただ、それがダメなんだっていうことに気づいてて、もうね、嫌なんだよ。小学生の頃初めてオナニーした時って、やっぱすごかったもんね。お風呂場で40分ぐらい格闘してたもんね。つま先ピーン派じゃないんだよ、俺。だからつま先ピーンはわかんないんだよ。ごめんね。女の子つま先ピーンだよね。なんなんだろうね。つま先ピーン派ではない、俺。ちょっと面白いじゃん、つま先ピーンだったら。全然俺そういうのはザックバランに話せる人だから、つま先ピーン派ではない。俺千葉だね、成田。だからナーボーってことを地元一緒なんだよね。世の中には、種類がいろいろあると聞きました。ワドさん、俺はスタンダードだね。スタンダード、右手のオナニーですね。床にとかはやらないですね。ただ、もうだから、オナニーの数が上がっていって、もう、だんだんあれになってくると、オナホールとかも使わないかな。オナホール持ってないっすね、今。昔は使ったことあるけど。だから、テンガとか大嫌いなんだよね。左手でオナニーするときは、ちょっとトリッキーな遊びをしてるときですね。つま先ピーン派なんだ。つま先ピーンってなんでなんの？俺全然わかんないんだけど。テンガは良くない。俺がおすすめしてるのは名機物語だね。東京名機物語っていうのが、そう、子供の頃初めて買ったオナホールなんだけど、すっごい当たりだったのよ。ちょっと高いんだけど。5000円ぐらいしたかな。でも、お年玉で買ったんだよ、俺。東京名機物語を。で、オナホマニアの人に言っても、みんな、お前よくわかってるな、みたいな。2だなって言われるし、その、しかもね、今でもアマゾンで売ってるんだよ。AV 何系？俺が最近見てる AV 超面白いよ。あのね、
なんか、幻想的な音楽がするの。ちょっと待って。俺の、ちょっと最近のオナにどんなのハマってるかっていうと、もうね、俺基本的にあんま動画見ないんですよ。ただ、そのね、俺のオナに超笑うよ。超面白いよ。あのね、音楽ジャンル的に言うと、なんて言うんだろう。こういうさ、BGM あるじゃん。幻想的な BGM わかる？なんか空間系っていうの。わかる？こういう。で、こういうところに、こういうファーっていう BGM が流れながら、超いい映画とかのカメラで撮影してるんだけど、なんかね、なんか、ベッドがあるの。ベッドがこう、高いベッド。なんつうんだろう。マッサージとかに使うやつなのかな、わかんないけど、上の方にあるベッドに、裸の怪人がこうやって寝てんの。裸の怪人がまっすぐ寝てんの。綺麗なモデルみたいな人が。それで、ムッキムキの、もうドレさんみたいな、もうモデルみたいな、バッキバキの筋肉した人が現れるのね。スーって。で、ずーっと前儀すんの。もう、幻想的な音楽でこう、サバーってやったりとか。すげえ面白いんだよ、それが。サバーってやってると、女の人が、みたいな。もうね、なんかね、なんかもう芸術的すぎるんだよ。もうすごい面白いよ、その AV。俺はそれグッと来てるね。新しいと思って。これね、見せたいんだけどね、みんなにね。もうなんか正しい前儀、なんかもう神の世界みたいな。神様の世界みたいな。すごいんだよ。それシリーズが3本ぐらい FC2 に上がってて全部見ちゃったもん。もう40分ぐらい前儀して、本番すごい短いんだけど、超スローなの。ディープスロートみたいな。一回の作業。放送で解説とかもやりたいけどね、ちょっともうきつすぎる。もうただね、もうすっごい丁寧なの。もう女の人がめっちゃオーガズム感じていくの。これガチで感じてるだろうなっていう。なんかすごいいい AV だよ。俺はちょっと感動した。なんかもう教則ビデオみたいな感じだね。アートの世界だよ、あれ。アート。あれは見てもらいたいかな。行こうとしたら30秒で行ける。余裕で行けるね。30秒なんかいらないよ、俺。全然行けるよ。マッチョが優しくしてるだけでもっこり。もう結構面白そう。いや、もう動きとかも完璧なの。全部フェザータッチの思う。女の子基本寝てるだけだ。マグロなの。マグロなんだけども、めっちゃ敏感になってくの、どんどん。でも、照明とかも、ふわーって真っ白い空間なのよ。もう、セットが。壁も、その、壁とかもわかんない。壁と床がわかんないぐらい照明当てて、真っ白い空間で。あんまり女性の攻め方がわかんない。その辺は経験だよね。友達が前儀なしいきなり挿入の AV 見て彼女にしたらビンタされたって言った。あ、もう最低な行為だよね、それはね。なんで調べたら出てくるかわかんないけど、俺はそれは新しいと思った。見たことがないジャンルだったから。もうなくなってるかもね。FC2 はすぐバンになるから。基本的に入れ替わり、立ち替わり激しいから AV の。もうないかもしれないね。それ見たときは感動。1時間ぐらい舐めてそう。俺全然前儀本気でやるときは2時間コースだから、ね。本番3分、57分前儀だね。だけど、あんまり最近ね、なんか、ちょっとのんちゃんにね、そんなことないって言われる自覚があるから、あんまり言うのやめとく。ちょっと最近、のんちゃんにいじってもらうことの方が多いから、だって俺セックスしてるときね、ちょっと前だけど、のんちゃんに言われたもん。のんちゃんも気持ちよくなりたいって言われて。すげえ申し訳ないなと思って。心の声が聞こえたから、ね、のんちゃんの心の叫びがね。のんちゃんも気持ちよくなりたいって。ずるいみたいな感じで言われたから、ね。前儀やり出すと萎えて立たなくなる。手こきってめっちゃ気持ちいいよね。俺それを知ったのは最近かな。のんちゃんの心の叫び。どんだけ加えさせてんねん。すいません、本当に。ちょっとだからあんまり強いことは言えないです。あんまり強いことは言えないですよ。今は。申し訳ないですけど。
今力を蓄えてるから。のんちゃんご飯食べない？のんちゃん、ご飯食べない？え、なんで悲しそうな声してんの、うん、どうしたの、へ、減らった、うん、減らってない、大丈夫、のんちゃんが減らってる時の声なんだけど、それ。そば食べる、そば、の、いや、のんちゃんお腹すかないの、うん。マジか、なんかのんちゃんと一緒に食べたいんだけどな。そば茹でてくれるじゃん。うん。うん。あの、昨日と同じで。うん。なんかネギも刻んでもらえるとありがたい。うん、つゆの中ぶっこんでいいから。うん、海苔と、海苔はそばにかけて、ちぎって、2枚ぐらいを。で、天ぷらと、あ、かき揚げか、かき揚げと、ネギと、わさび、うん。ありがとう。あ、おい、ピカマンさんいらっしゃい。舐めてもらうの嫌だわ。特に人を強く舐められると。あのね、俺ね、もう、なんか、年なのかなって思ってきたんだけど、これわかんないけど、あのね、昔は、より早く、より強い刺激を求めてたの。これ多分みんなそうだと思うんだけど、その、いかにスピーディーに、いかに回数が多く、いかに強い刺激かみたいな時期だったんだけど、俺真逆になってきたの、ほんと。いかに、いかに、その、触られてるか触られてないかわかんないかぐらいで、いかにゆっくり動くかの方が気持ちいいんだっていう。要は時間かけた方が面白いんだよね。UG って誰や？ UG って。でしょ？だからもう、女性的なセックスになってきたの。もう、やられて欲しいのはもう。だからその外国人の女の子みたいにこう、ふわー。わかるかな、これ、うん。朝からすごいよね。パンナさんいらっしゃい。うん、朝からすごいヘビーだよね、うん。もうすぐあの AV の境地。いや、俺でも最近セックスそんな感じだね。もう、なんか、その、なんつうの、激しいセックスとか、あんまり求めてない、本当に。もっと官能的っていうのかな。なんかこう、なんつうんだろう、女の子的っていうのかな。うん。だから女の子が優しくしてっていうの意味分かってきたもん、だんだん。女の子が優しくしてねっていうじゃん。あれの意味がよく分かってきた。あれ、あそこまでよく分かんなかったもん、意味が。なんだ優しくって。呼吸、相性だからね。スピードっていうか、テンポだから。乱暴な、ゆっくりがいいよね。うん。ゆっくりがいい。官能的な方がいい。うん。のんちゃんにもそれを体感させてあげて。いや、うん、どうなんだろうね。のんちゃんが俺のセックスをどう思ってるか、怖くて聞けないよ、俺は。そこは、あれだよ。のんちゃんに今度聞いて。俺は最近激しくされすぎると気持ちいい通り越して痛くなってくる。ああ、フィニッシュの定番の単位。なんだろうね。正常位か気上位じゃん。気上位8、正常位2とかじゃん。なんかね、バックでフィニッシュすると萎えるっつうかなんか嫌なんだよ、俺は。バックあんまり好きじゃないの。バックは別にいいんだけど、なんか、うん。面積、表面積をもっとくっついてたい派だから。くっついてたい。女の子みたいなやつだから。うん、うさぎ野田と食べてた人、ユージー。あ、そうなの？もうわかんないわ、その人。バック、女の子も嫌いな人多い気がする。あ、そう？どうなんだろうね。うん、バックは根本締め付けられる。だからなんだろう。なんか、その、あれでしょ？なんか、ラーメンでいう胡椒だと思ってるから、バックは。別になくても食えるっていう。まあ、好きな人は好き、みたいな。胡椒だよ。うん。スパイス。だから、胡椒を食べないじゃん。そんな感じなの。俺的に言うと。はい、タチュヒコいらっしゃい、岩田つ。おはよう。そんな感じだな。
非常位で楽してたら怒られる。頭脳プレイって何？何頭脳プレイって。俺の彼女もバック嫌う。理由聞いたらただ犯されてる気分になる。なるほど。まあまあまあ、趣味思考はそれぞれだからね。だから女の人が求めてるのと男の人が求めてるのって違うからね。言葉攻め？言葉攻め？いや、別にノーマルだと思うよ。首締めるの好き。あ、そうなんだ。なるほど。なんか俺は乱暴なセックスあんま好きじゃない。なんか官能的なのが好き。首締めると締まるっていう。あのさ、うなぎじゃねえんだからさ、鶏肉締めるときみたいな、コケーみたいな。キュッつ。殺すの？首締めたいとかないな、全然。不思議です。不思議な会話を聞いてる感じだぞ。初見さんいらっしゃい、マリオさん。今ですね、哲学について語ってました。ね、東洋哲学と西洋哲学の統合は一体2000何年に起こるのかっていう、すごいレベルの高い議論を繰り広げてますので、初見さんは5分間ロムってから、コメントを書いてください。よろしくお願いします。首締めると何締まるって本当なの？セックスの時、昔付き合ってた女がエッチの時に殺して殺してって叫ぶか。それ怖いな。なんかな、性癖ってなんか引く時あるよね。え、この子こんな感じなの？みたいな。引くよね。失神ギリギリまで締める。おーってなる。相手、女の子大丈夫なのそれ。それは女の子もいいの？ありなの？それなんか自分よがりなセックスじゃない？大丈夫？マグロの子、マグロの子。俺ね、実はね、結構テクニシャンだと自覚してて、マグロの子もマグロじゃなくすことが多いんだよ。だから本人行かない女の子とかも行くようになったりとかするから、マグロと会ったことがないんだよ。正直言うと。女の子から求めてくるんだ。あ、じゃあハマるんだ。悲鳴系の喘ぎ声の人いるよね。聞くよね。アナルはしたことないかな。で、したいとも思わないかな、別に。したことないし、したいとも思ったことはないね、基本的に。何がいいんだろう、みたいな。確実にね、あれは、入れるところじゃなくて出すところだからね。排出期間だからね。あんまりないっすね。昔知り合いにアナルしてニラが出たらしい。最低だな、もう。もう、やだ。やだ。っていうか、女性リスナーが一人も発言してないんだけど大丈夫？ねえ。この、小汚いおっさんしか、小汚いおっさんたちしかコメントしてないけど。汚い、この枠。臭い。この枠すごい臭い。イカ臭い。イカ臭いからやめます。はい。この話もダメ。女性のコメントゼロ。ふざけんなよ。返せ、俺の、かわいいかわいいおばちゃんたちを。まあ、そうなるよね。そうなるわな。女性リスナーが全員いなくなったわ。返してよ。こんな、おっさんたちの性癖の話とか、誰が面白いんだよ。生き生きしてるのお前らだけだわ。なんか前に医者に肛門の入り口って言ったら、肛門は出口ですって言われた。それ面白いじゃん。切り返しうめえな。女遠ざけキャンペーンだよ。女性がね、結構下ネタグイグイ来ることニコ生あったんだけど、でもね、さすがにね、サムネイルとね、コテハンがついてる状態で下ネタは参加しづらいんだよ。
今多分ね、10人以上はロムってるはずなんだよ。ちょっと女性リスナー何人いるか出席確認するんで手を挙げて。女性リスナーのって書いてください。ひらがなのの、あ、カタカナののって書いてください。多分ね、ロムってるんだよ。女性リスナーは。本当にいなくなったら悲しいよね。いや、参加しちゃうんだよね。うん、いやー、やだよ。やっぱ、女っ気がない放送はやだよ。え、ミスケって女なの、うん、あー、もうおっさんばっかりじゃねえかよ。おっさんは手あげんだよ。女っつっただろうがよ。お前らイカ臭い奴ら、右手がイカ臭い奴らなんかいいんだわ。お前らがいるのは分かってるから。違うって。ほら、女がいなくなっちゃったじゃん。ギャルが。あー、イカ臭いわ、こいつら。全員イカ臭いわ。ああ。ああ。責任取ってよ。責任取ってよ。本当に。女なんだ。まあいいけど、全然。ブラザバックだね。もうね。男ってアホだわ、つって。男ってやっぱりキモいわ。石川は女リスナーが多い。あそこは女リスナーも男リスナーも関係ない。もうリスナーが多いんだよ。とにかく。あそこまで行くと、とにかくリスナー多いから。それは女も多いだろ。30秒で余裕ってあたり、早漏気味なんだよね。うん。早漏気味っていうか、早漏なんだよね。うん。あ、もしよかったら延長したいんで、応援してくれる人、なんか、お気持ちだけでもいいんで、アイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。もしよかったらアイテムください。何々気味って言葉って便利だよね。うん。早漏めっちゃ羨ましい。行く前に力尽きることある。え、嘘？そんなこと一回もないわ、経験として。一回もない。フィニッシュ、あ、一回だけあるな。それはトラウマになってるんだけど、風俗4件はしごしたことがあって、最後の子、超可愛い子が出てきた時に、その子泣いちゃったんだよね。多分生まれて初めてだったんだろうね、その可愛い子は。私そんなにブサイクですかって言って泣いちゃったんだよね。うん。多分、その風俗場はね、行かない客を経験したことがなかったんだろうね。チローよりはマシ。チローはもう最悪だって言うよね。なんか辛いっていうよね、女の人は。それってどういう風に終わるの？もう終わりにしようかみたいな感じで終わるの？ゴングは鳴らないじゃん。どこがエンドなんだろうね。どこで終わりなんだろう。ありがとうございます、バレーニョさん、花火ありがとう。 Thank you。 いいね、花火が来るとは思わなかったわ。やったぜ、花火ありがとう。言ったふりって何？だって、え？言ったふり？言ったふりか。何ふりって。そんな高等技術あるの？男の方がでしょ？言ったふり？おー。いつの間にか終わってる？悲しい。15歳で初めてソープ行った時、母ちゃんぐらいの出てきた時。出てきていけなかった。ああ、辛いよなー、それ。辛いなー。俺逆にもう、よし来いって思ったけどね。俺五反田でそういう経験あって、ババアが、腹だるんだるんの50歳くらいのババアが、土下座してたかった。五反田行ったらいきなりもう、ピッて土下座して、すごい手、土下座から入るんだと思ったの。もうよろしくお願いします。すげえの来たなと思ったけど、そのババアすごかったよ。そのババアすごくて、うん、なんか、マウントの取り方みたいな、なんか、すごかったよ。くるんってひっくり返すの、こうやって。足をこう腕入れて、こうくるんって。
のれんのとこで土下座してたね。そう。50のババアが。なんか、レーズンみたいな乳首だったけど。大きめのレーズンみたいな乳首だった。もう、荒地の魔女だよ、ほんとに。いや、でもすごかったよ。なんか、サブミッションみたいな。なんか、テクニックが半端じゃなかった。格闘技みたいな。10代の頃だけど。あ、レーズンだった。もはやプロの格闘家の技、いや、すごかったよ。だから、ローションをつけるんだけど、ローションをつけて、足を M 字開脚しろって言われるの。だから、みんなの目線で、こういう感じになるのね。で、そしたら、みんな側から、こう、足を入れ、わかる ?M になってるとこ、こう足を入れて、はい、はいっつって。そしたら、もう、ブルンって待って、俺が、こう、えって、体位っていうか、もう体がぐるんって変わるの。いや、バキとかいうレベルじゃない、ほんとに。やりたい AV 女優？あ、俺は AV 女優でタイプだなって思う子は変わってない、昔から。なんだっけな。結構古い AV 女優の顔がすごいタイプなのは、なんつったっけ？あの子。名前出てこないな。小坂めぐる。小坂めぐるがめちゃめちゃタイプ。小坂めぐる知ってる？なんかロリ顔が好きなんですよ。だからもう超タイプだね、小坂めぐるは。こういう顔が好きです、僕は。ローションつけて戦う格闘技があったらチャンピオンクラス。いや、なんか伝統芸能みたいな感じだよね。巨乳の、そう。なんだ、三上優愛。見てみようか。三上優愛。見たことない。ああ、俺こういう系はあんま好きじゃないかな。グッと来ないね。グッと来ない。俺こういう系の人と付き合ったこともないし、可愛いと思ったことがない。俺こういう系ダメ。あ、上原愛は多分可愛い子だ。ちょっと見てみるね。出たよ、また女の人がいなくなる話題。もういいよ、イカ臭い話行こう。あー、グッと来ない。グッと来ない。って感じ。もう近くにいても口説かないし、興味がない感じ。あかねほたる行ってみようか。あかねほたる。あかねほたる死んじゃった人じゃなかったっけこれ。ポールダンスやってた人でしょ。俺グッと来ないかな、なんか。あかねほたる死んじゃった人だよね。確か。ポールダンサーになってたよね、最後の方。黒木香織。黒木香織。あれだよね、柴田の、CM に出てた、柴田とコラボしてた人だよね。マリニャンと。黒木香織って脇毛の人か。全然グッと来ないかな。全然グッと来ないな。あー、全然来ない。ダメだわ。趣味が合わないわ。エリリカは一番ない、俺は。俺ね、エリリカ全然グッと来ないの。全くないわ。童顔好き、そうだね、童顔だけど、ロリコンが好きなんじゃなくて、ロリータが好きなんじゃなくて、童顔のおばさんが好きなの、俺。童顔のおばさん？ただ、本当のロリってるのは別に好きじゃないの。要は30過ぎの童顔が好きですね。わかるかな？エリリカの友達 AV デビュー、ソラちゃんだっけ？その子はめっちゃ可愛い。あの子可愛いよね。ソラちゃんじゃなかったかな？だけど、違うんだよね。エリリカって、なんか清楚系だったらすごい可愛かったと思うんだよ。だからあの子、成獣じゃん。なんかガツガツしてる肉食系じゃん。なんかね、あの顔は好きなんだよ、エリリカ。別に美人、好きっていうかタイプではないけど、あ、美人だなと思うんだけど、気が強すぎるもん。関よしえはないわ。関よしえは俺らのお母さんだから。配信会のお母さんだから。いや、俺見てないかな。エリリカの AV は見ようとは思わないかな。
ゆきとかなんか、そういうこと、そういうこと、伏線さん。そう、全部好き。そういうこと、伏線さん、そういうこと。あと、石田ゆり子とか、そういうことだよ。椎名空は喘ぎ声が残念って言ってた。あー、そうなんだよな。喘ぎ声重要なんだよな。この子可愛いのにって言って、音声でパッケージで可愛くて、動画見ても、あ、当たりじゃんと思っても、喘ぎ声で一気に萎える子とかいるよね。喘ぎ声、うん、わかるわ、それ。ゆうゆうが言ってんの正解だな。そう。長崎ひろみとかね、いいよね。小西まなみとかね。そう。だからね、俺は結構、のんちゃん好きな顔なんだよ。のんちゃんはほんとね、あの、童顔のおばちゃんじゃん。のんちゃん好きだよ。結構タイプだよ。なかなかドストライクだよ。普通に美人だなと思うよ。ドレさん今日暑い。あー、あれしょ、アンチと戦ってんのかな。どうなんだろう。なんかすごい今日、わーわー吠えてるよね、ロレさん、うん。結構トークが乗ってるよね、うん。ようやく評価された感じなんじゃないの。もともとね、トーク喋れる人だから、ロレさんはもっとこの位置にいてよかったんだよ。ただね、コラボがしたことなかったりとか、なんつうんだろう。要はね、配信者のノウハウがなかったんだよ。だやっと掴んだチャンスなんだよね。まあだから、評価される人はいずれ評価されるよ。うん、俺はドルさん初めて見て、アクティブ20ぐらいの時に、ああ、この人伸びるなと思ったもん。600、500、300万 ?30 万でしょ、ピエロさん。え ?500 円かける600って300万じゃなくない？ 30 万だよね。30万、30万。俺ね、AF はほんと残念な女だと思ってて、俺 AF リスナーで、あの子サムネ可愛いじゃん。で、実は和道リスナーだったの、AF って結構前から、初期の頃から。で、俺動画で見た時にブッサって思ったもん。俺ね、初めて、これかと思ったもん。ブッサ、コミュ抜けるわって、こういうことかって。あの子なんか写真写りはいいけどさ、マスク取ったらほんとブッサイクだよね。俺笑ったもん、ほんとに。マジでないわ、と思って。AF はマジでない、俺。なんだこれ。なんだろうね。どっかが致命的に残念なんだよね。なんか別にそんな飛び抜けてブサイクじゃないじゃん。でもマスクつけた時の、なんかその美人さ加減とマスク外した時の残念さ加減のギャップがすごいんだよ、あの子。俺ほんと笑ったもん、AF は。うん。あ、いえ、ピエロさん。30万で。いや、ぶっさって思って、もう俺はもうほんと笑ったもんな、AF。うん。ぶっさでもないんだよな。別にブサイクではないんだよ。もっとね、微妙みたいな。なんだろう。わかる？微妙っていう、その心の内側から来る何かがあったもん、俺の中で。微妙だな、この子っていう。絶妙に微妙だったもん。すげえよな。なんであいつ人気なの？今、ニコ生で。俺、AF が結構、その、なんか、ね、閲覧上位にいるのって結構ニコ生やべえなと思ってるよ。そんなに見るのねえの？みたいな。だって、なんであんな微妙な子をさ、みんな見てるんだろう。面白いのかね？見たことないからわかんないんだけど。いや、なかなか微妙だったな、AF は。ニコのみんなプレアカやめる？いや、やめるでしょ。もう見るのないんだもん。もう絶望的に面白くないんだもん。いやー、厳しいよな、ニコ生。だってさ、ただで面白い配信見れちゃうし、キャスとかフワッチとかで、あれって、冷静に考えるとなんで俺ら500円払ってんのってなるでしょ。いや、生出し外部に行くからね。まあ、典型的にフワッチに集まってきてるけど。磨きは、そう、ね、俺は、ちょっと物線なんだよ。正直自覚あるの。だから、ユキとか長作とかって、そう、綺麗な顔立ちじゃないんだよ。
可愛げのある顔立ちで、ちょっと、どっかしら崩れはあるんだよ。小西とか。あの、いや、美人だよ。美人なんだけど、なんつうんだろうな。放送しないならプレアが必要ない。いや、放送見るときにも必要だよ。今のニコ生配信面白くない。まあ、そうだろうな。面白い配信者いないもんな。食べはね、微妙。俺食べ生で2回くらい見たことあって、近所で撮影やってたんだけど、まあ生で見ると美人だよ。びっくりするよ。顔、こんくらいだったからね。本当に。顔こんくらいだったから。超小顔だったから。まあ美人だったよ。もう、なんつうんだろう。顔の作りとか体の作りが違うんだよ、芸能人って。放送見るだけでプレアカいらないレベルなんだ。あ、じゃあ立ち見とかが出ないのか。追い出しが出ないんだ。はぁ、あ。いやぁ、もう見る気しないな。見る気しないっていうか、もう半年くらい見てないね。最初の頃、みどりさん見てたけど、あれと思って。ミラーで見る感じだ。いや、まあ、見ないね。正直。正直見ないわ。なんだろう。俺が好きなのは、だから、童顔のおばさんが好きだよ。童顔のおばさん。ミラーの方がコメが客観的。ニコ生って声真似のゲーム放送の巣窟って感じが。ああ。いや、昔のニコ生は面白かったけどね。だからね、ニコ生は面白い、ふわっちは面白いじゃないんだよ。こういう言い方をするのがそもそも間違いで、面白い配信者が何人いるかなんだよ。あ、ミラーがわからないんだ。あのね、ニコニコ生放送って、500人しか見れないんです。基本的には。で、コミュニティ人数、要はフォロワーの数が増えていくと、その1000人見れるようになる、1500人見えるようになるっていう仕組みなの。だから、職人さんっていう人がいて、500人しか見れないものを、自分の枠で、その、なんつうんだろう、ミラーってね、キャプチャーして、自分の枠で流してあげることを言うの。そうすると1000人見れるようになるじゃん。だからもうさ、ミラーって何ですかっていう人がいるんだよ。ねえ。これが現実だよ。だって500人しか見れないのはサーバーの問題で、お金払ってもらわないとビジネス成り立たないっていう嘘がまかり通ってたわけじゃん。だからニコ生の言い分これでしょ？で、お金払ってくれないとサーバー代払えないですよって。500人が限界ですよって言ってるけど、ツイキャス見てみろよ。ツイキャスでもふわっちゃん見てみろよ。全然サーバー代払えてるじゃん。ただで。暗黒界隈牛耳ってるから、ニコ生イコール暗黒。あ、そうだよね。もう暗黒生放送だよね、あれ。なんとなく分かった。要はお金儲けるために制限をかけてたんだよ。だけど、その嘘がバレたっていう感じ。ねえ。だから、ふわっちの仕組みが一番いいよね。面白い配信者にお金半分投げて、運営が半分取るっていうのは。だってさ、ぶっちゃけな話、儲からないと、サイトは維持できないっていうのはさ、俺らわかるわけじゃん。だから、なんつうんだろう。リスナーさんもそれわかってるし、金は別に払わないって言ってるわけじゃなくて、払うわけじゃん。だけど、そのやり方が濃すいのか、それとも、配信者にも還元される形が綺麗だって捉えるかどうかだよね。しかもその、自分の、その時の持ち合わせとかでさ、お金いっぱい持ってる人はいっぱいアイテム投げれるし、ね、貧乏な人は貧乏な分、その風船っていう単位で投げられるからさ、そっちの方が絶対みんないろんな人が参加できるから絶対面白いよね。俺はだからこの投げ銭システムが一番綺麗だと思うよ。基本はただで、その、応援したい人がいたら投げ銭ができるっていう。で、半分運営が取りますよって。誰も文句ないもんね。いっぱいアイテム投げてもらえる配信者は半々じゃなくて、64とか37取り分増やしてあげてほしい。いえー、俺は反対。あのね、要は、配信者の取り分多くしてあげてほしいでしょ？いやー、文句出るよ。俺が過疎で食えなかったら、ふざけんなよって思う。あのね、過疎がいなくなっちゃうとダメなんだよ、やっぱり。過疎も必要なのね、仕組み的に。
そう、運営も配信者も喜ぶし、そう、投げがいがあるじゃん。リスナーさんからしたら。正しく使ってくれよっていう。そう。しかもね、ニコ生って先に500円とか1000円払うんだよ。だからつまらなかった時の不平不満感がすごいの。だからあいつら金返せっていうのよ。金先に払ってるから金返せっていうコメントがあるの。だけど、ふわっちとかのいいところっていうのは面白かったら投げるっていうか、あの、リスナーさんが後から投げるんだよ。だからね、そこがね、あの、やっぱいいところだと思うよ。ありがとう、のんちゃん。のんちゃんが作ってくれたかき揚げでーす。そば。かき揚げそば。お、大根さんがミラーしないでくださいって怒ってたから。はい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 。あ、これわさび入ってる？なるほど。はい。そうそう。要は、その、で、ミラーされちゃうと、自分のリスナーさんをミラーさんのコミュニティに取られちゃうから、そう。だから嫌なんだろうね。ありがとう。のんちゃん優しいよ。いや、FC2 と全く仕組み一緒ですよ。FC2 も半分だから。ただ、その FC2 とふわっちの違うところっていうのは、アダルトサイトを母体としてなくて、ふわっちが参考にしたのが、ツイキャスだっていうのが頭がいい。要は、その、なんつうの、アプリのダウンロードにこだわってたのね、最初。最近なんだよ。あの、パソコンからでもアカウント作れるようになったの。今までは、そのアプリをダウンロードしないと配信見れなかったの。のんちゃんはローキックも料理も上手でいい子やな。そうだね。俺は、でものんちゃんと、まあ一回別れたけど、俺は本当にこの子と付き合って、あのガチで思ったのが、あの、本当に、あ、この人かもしれないっていうのは生まれて初めてあったね。生まれて初めて、あ、俺この人と結婚するかもっていうのは、本当に思った。なんか、その、嫌いなところ今であるけど、まあ嫌いなところっていうかそれは直すって約束してくれたから引っ張るつもりないんだけど、あのね、理想の人なんだよね、結構自分の中で。のんちゃんは。なんかその、なんつうんだろうな。この人かなっていうのはあるね。ただ、その、リスナーさんに対して嫉妬しちゃうのとかは、ちょっとないなと思ってるけど、それはもう直すって言ってくれたから。すごくいい子だよ。俺は本当にのんちゃんが理想。会った時から、あ、この人かなっていうのはあるよ。この人かもしれない。俺も今の彼女で一回別れてバレンタイン飛び越えて復縁した。へぇー。コメントが横に流れるのは本当にいいよね。俺はもう本当あれは天才だと思う。あれを考えたやつ。未だに最強だと思うよ。コメントが横に流れんの。やればいいのにね、ふわっちも。深夜の公演で一緒にローキックしてくれる子なんてそうそういないからね。いないよね。いないよ、本当に。よくよく考えたら。でもね、なんかね、俺はね、なんで、のんちゃんかなっていうのは、もう、一番もう、重要なところがあって、俺の一番のファンであってほしいの。俺のことを世界で一番ファンな女の子がいいの。とにかく最低条件が。これがもう満たされてるんだよ。あ、ありがとう、のんちゃん。いただきます。のんちゃん、もずく取ってくんね。コメント欄横に流れるの？だって FC2 でもやってるでしょ？ FC2 でもあるでしょ？ありがとう。元リスナーだった。元リスナーどころか現役バリバリリスナーだわ。のんちゃんは元々リスナーでオフ会であったんだよ。いただきまーす。失敗。だってリスナーさん以外出会いなんかねえもん、俺。いただきます。ニコ生米流れ、ニコ生特許みたい。へぇー。え、じゃあなんで FC2 はそれできてるんだろう。FC2 もコメント横に流れんだよ。うまい。
いや、ソースがセキシングは信用できねえな。ソースがセクシンゴは申し訳ないけど信用できない俺は。うん、いや流れる方向一緒だよ。全然一緒。でもね、特許取ってないと思うんだよね。なんでかっていうと、YouTube がその仕組みを採用するとかでニュースになってたから。YouTube がね、確かね、その、コメントが画面に反映される仕組み作ってるはずなんだよ。あるかもしんない。いやーもう年だよな。うどんよりそばがうまい。俺そば食うと思わなかったもん。自分で家でそばなんて食うと思わなかったよ20代の頃。いやーそばがうめえ。みんなは蕎麦食うようになったのいくつから？若い子って蕎麦食わないよね。年を取るってすげえな。うん。のんちゃんかき揚げうまいよ。俺ね、本当に昼間桜水産行くじゃん。そしたら豆腐の小鉢買いたくなるんで、100円プラスして。本当にびっくりする。あとその桜水産で A 定食 B 定食から選べるんだけど、チキンカツとアジの開きだったので、俺はチキンカツ選ぶんだよ。でも横にいるサラリーマンのアジの開き見て失敗したって思うようになった。いやまだチキンカツ選ぶのだけど、横にいる40代のサラリーマンのアジの開き見て、うわ失敗したって思ってるんだよね。うん。そうそう、かき揚げもうまいですね。なんかね、なんかもうこんなになると思ってなかったよ。だって俺もずく食ってんだよ。もずく買ってるんだよ。しかもこれを健康のためとかじゃなくて、うまいからもずくとか豆腐とか買っちゃうの。年を取るってこういうことだよね。もずくうまい。いやだってさ、若い頃なんて正直唐揚げがあればいいんだもん。唐揚げご飯とカレーライスとカツ丼とか食えないもんな今。もずく毎日飲んでんな。
いや、蕎麦食ってるよ、俺。そう、なんでも唐揚げだもん。唐揚げしか食わなくても生きていくだもんね。うまっ。蕎麦うまいわ。年取るってすげえな。だから年寄りが魚食ったりとか野菜食うのって、唐揚げを孫に食わせるのってなんかね、俺ね、孫にうまいもん食わせたいからだと思ってたの。いや、ひもじい人たちが食べるもんだと思ってたの。漬物とか違うんだよね。年食うとあれがうまくなるだけなんだよな。うん、スメンって何？うん、うん、そのままズズって飲むんだ。唐揚げ、とんかつ、いいねー。エビフライ、そう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 、エビフライね。刺身に豆腐にアジの開きなんかもうね、そう。なんでなんだろうね。なんでこんなに変わるんだろう。うまい。びっくりするよね、そう。そう。普通に、そう、何のために漬物食ってんだとか、なんで唐揚げ食べないんだろうって子供の頃疑問だったもんね。自分が食べ物これ美味しいと思ってびっくりしたのって何がある？俺大人になったなっていうの、一番驚愕した食べ物って何？みんなカルチャーショック的なもの？焼きナスはうまかったな。焼きナス子供の頃から好きだった俺。おからはまだだわ。おからはまだうまいと思わないわ。マジか。おからがうまくなるの？あ、わさびね。俺今そばにもわさび入れてるよ。え、おからがうまいとか嘘でしょ。おからがうまいとか絶対嘘だわ。絶対嘘。おからなんてあれはもう、あれだよ。なんか戦争の頃とか思い出して食べてるだけだよ。思い出補正だよ、そんな。うん。おからは言い過ぎ。あれはなんかもう、あれだよ、思い出補正だから。おから。へえ。未だにうまいと思ったこと一回もない。まだ俺吹きのとうとおからはわかんないな。そこまで行ってない。コクがあるの。うまくなるんだ。え、それいくつの時？いや、ピーザもわかんないわ。おからのハンバーグとかね。マジか。
ごちそうさまです。飲んじゃごちそうさま。美味しかったよ。ありがとう。ああ、持ってってくれんの？ありがとう。美味しかった。ごめんね。30代後半？マジかよ。本当に言ってんの？おから。うなぎとかで山椒かけてこの風味たまらないなと思うとき。俺山椒未だにダメだわ。未だにダメ。あ、だからまだガキなんだね。みんなからすると。まだまだガキなんだ。うまいものが増えてくってでもいいよな。うん。俺ね、今日ね、すき焼きだったの。だけど、すき焼き飲んだんだ、美味しいねって一口目は美味しかったんだけど、俺ね、ぶっちゃけね、今日ね、胃もたれしちゃうんだわ。もたれたんだよね。油っこと思って。あんなにすき焼きなんてね、もうね、ずーっと食べてられんのに、ご飯いくらでも食えるのに、今日無理だった。ないわ、と思って。うん。からしは、あー、とんかつにからし入れるようになってびっくりしてる。おでんはまだない。とんかつにからしをかけ始めたかな。ねえ、ありじゃん、みたいな。とんかつかな。でもさ、俺、それの一番最初の、その、食べられるようになる一番最初のものを言っていい？みんながわかるっていうやつ。それだわ、ワドって。最初、まずいと思ってたのに、一番最初大人になるきっかけの食べ物ってあるんだよ。俺ね、もうこれ絶対みんな同じだと思ってるんだけど、紅生姜じゃない？これ合ってるでしょ？紅生姜でしょ多分。最初子供の頃まずいと思ってたけど、なんか、20代に入って食べれるみたいな。ああ、俺、サンマの腹渡大好き。っていうか、頭から全部食う、尻尾まで。骨ごと食うの？全部丸々いく、俺。ねえ、紅生姜だよね、多分。こういう食べ物の入りって。なんか焼きそばとかに入ってて、俺何なんだこれと思って。昔から食えた？かくらさんおはよう。もう紅生姜食えなかった。で、何がうまいのかもわかんなかったの。だけど、ある日突然うまくなったんだよね。うん。俺は多分これが大人の入り口だと思ってる。その。あ、食えるんだ。俺紅生姜食えなかったよ。うん。あ、論争あったよね。エージェントおはよう。焼き飯の紅生姜。だってね、紅生姜の天ぷらとかあるもんね。かき揚げとか。うまいよね。普通に。今日、ドレさん放送長えな。なんだろう。牛丼で紅生姜山盛りにする。あれでも体に悪いんだよな。うまいんだけど体にはマジ悪いと思ってて。生姜今も無理。みょうがは俺もあんま好きじゃないかもしんない。ブラックコーヒーも生姜も大体友達がやってるの真似すると思ってる。いやー、俺自然と食えるようになったかな。っていうか、まずいんだけど、紅生姜食べるようになって癖になっていく感じ？紅生姜みたい。ラッキョだろ？俺未だに嫌いだよ。ラッキョだろ？おろろ。俺許せねえよ、ラッキョだけは。ラッキョだろ？俺未だにあの食い物嫌いなんだよ。なんなのあれ？ラッキョだろ？ラッキョだろ？俺大嫌いなんだよ、ラッキョ。誰だよ、あれカレーに入れ始めたやつ。本当に許せねえよ。福神漬けはうまいよ。福神漬けはうまいよ。いやー、島らっきょうもわかんない。らっきょうってつくものはもう食えない。まずい。甘苦いっていうか。福神漬けは最高だよなー。カレーは福神漬け。特にね、ココイチみたいな福神漬けも好きなんだよ。福神漬けは最高だよー。福神漬けいいよ。らっきょうなんなんだろう、あれ。あ、福神漬けか。なんかカレーにね、ラッキョウを入れる文化があったんだよ、昔。
昔あったんだよ。その福神漬けとらっきょうは半々ぐらいだったの。うん。これマジだよ。いつの間にか福神漬けがこの戦争に勝ったんだよ。うん。カレーにらっきょう入れるよね。昔定番だったよね。半々っていうか福神漬けと。で、この戦争に福神漬けがね、見事勝利したんですよ。ココイチにらっきょうある？福神漬けでしょ？うん。爽やか3組懐かしいな。おはよう。青カッパつけるとこ、青カッパかわかんないな。いや、俺さ、あのさ、真っ赤な氷炭みたいなやつ、あれうまくない？あれなんていうの？おせち料理とかに入ってる、こんくらいの氷炭、あれうまくない？カリカリしたやつ。あれ、何？あれ。あれなんていうの？俺子供の頃からあれ好きなんだけど、あの、酸っぱいやつ。氷炭の。赤いやつ。知らない誰か。カレーに目玉焼きは鉄板だね。なんて言うんだっけな。カブって言うんだっけ？あれうまくない？コリコリ。パリパリしてて。カブって言うの？あれ何なんだろうと思って。なんであれはもっと普及しないんだろう。ひょうたんみたいなポリポリしてるやつ。おはよう！昨日からずっと配信してるね。うん。今日このまま、なんかパチンコ屋行きたいなと思ってる。うん。マミリーおはよう。うん、ちょっとギャンブルをやりたいな。何がいいんだろうな。ケバブ。うん。なんかでも日本にある食事でもう掘り起こされた感あるよね。もうこれ以上種類って増えなくない？新しい料理が出てくると思えないんだけど俺。もう世界中のうまいものは全部日本に集まってきたっていうのが俺の感覚なんだよ。ていうかさ、俺さ、昼飯にラーメン誘われて、すごいクラシックな中華そば食ったんだけど、なんかほっこりしちゃったよ。醤油の、もう東京のラーメンってギトギト系じゃん。もう進化しすぎてて、普通のラーメン売ってるところあんまないんだよ。で、ランチでね、普通のラーメン食って感動した。競馬やったことないんだよね。面白いの？競馬って。競馬って面白いの？ラーメン二郎、ニンニク、油はダメかな。俺ね、ラーメン二郎、その歌舞伎町のところで初めて食ったんだけど、もう二度と行かないと思った。なんか歌舞伎町はあんまり、なんだろう。歌舞伎町っていうか、大ガード下の方かな。ダメらしいね。海外の寿司は寿司じゃない。俺食ったけど、切れたもん、向こうで。日本来たら寿司食わせてやるっつって。もうこれは寿司じゃないよ、つって。なんかね、サラダ巻き。全部。全部サラダ巻き。生魚がないんだよ、向こう。だから、そう、交換留学した時に、なんか日本人と外人、バーって学校で、その、タッパーに入ってる、その、店が作ったサラダ巻きみたいにいっぱい出して、好きす、みんな、俺ら好きだよ、寿司とか言って、食え食えとか言ってるけど、日本人全員発症待ってた。新しいフォロワーさんじゃねえや。ハートプレゼントここありがとう。マミリンありがとう。中華そば食べてラーメンあっさり系に限るって再認識。うまかったね。うん。いや、ごってりしてるのは、あれはもう、ラーメンっていう名前を変えた方がいいよ。ラーメンじゃないよ、あれ。うまいんだけど、また別の食い物だよね。中華そばね、食ったらね、泣きそうになっちゃったんだよ、ちょっと。あんまりにも、その、オーソドックスな、もうクラシックスタイルで。俺のツイッターに写真が上がってるから見てみて。もうね、チャーシュー麺なんだけど、すごいうまかった。卵かけご飯も日本食。どうなんだろうね。品そば、そう。品そばね。水郷でたしなむ競馬は楽しい。なんかさ、掛け事をやってて、その、馬を、レースって、30分に1回とかなんでしょ？わかんないけど。それって辛くない？武蔵が出てきたあたりからラーメンの概念変わったしたよか。あー、武蔵が変えたのかな。ナルトは入ってなかったな。あ
あれ、ナルト入るのが普及したのって、なんだっけ、ドラえもんの人じゃなくて、手塚治虫じゃない、藤子不二雄だっけが流行らせたんだっけ。その、地元の名物を流行らせるためにいて、ナルト海峡大橋があるところで、で、これをラーメンに入れようっつって、もう自分の漫画に出し続けて定番化させたんだっけ。藤子不二雄だっけ、小池さんだっけ。なんかあるよね、そんなエピソードが。ラーメン大好き小池さんか。そう。ナルトはそれまでオーソドックスじゃなかったんだってよ。漫画ってすげえよな。常識を変えるんだもんね。競馬か。競馬。競馬ってネットで買えないの？馬券。でも競馬って俺ハマるイメージがないんだよな。なんか、メンマうまいね。おにぎりありがとう！野間犬さんおにぎりありがとう！買えるのか？いや、でも、なんか、抵抗あるかな。競馬は。面白いの？それ配信で盛り上がるの？競馬。競馬か。だってもさ、100円が1万円とかでしょ？その、万馬券って。100円が1万円でしょ？ 100 倍かを。なんかグッと来ないな。予算ふわっちでやってんの？競馬配信。じゃあいいかな。音声だけしか載せない。まあ、ラジオをどっかから引っ張ってきてって感じだろうね。ラジオ放送を引っ張ってくる感じになるだろうな。ラジコでいける？いやーでも競馬わかんないかんな。いやー G1 とかも全然、本当にやったことない、競馬。もうマジで携わったことない。寿司のネタで何が好きだろうな。なんだろうな。全部好きだけどね、なんでも。まず最初に、ま、あの、回転寿司とかは別だけど、最初に頼むのは光物と卵頼むかもしれない。まず。小肌とか。卵で大体なんか、卵の作り方でなんか、その店の感じがわかる気がするんだよね。あ、やっぱ卵なんだ。エビなんだ。エビも難しいんだよね、実は。縁がうまいよね。小肌うまくない？あ、青魚も締め方があるんだよ。そう、小肌って素で締めるじゃん。だから、あ、この店こんな感じかってわからない。卵小肌とか行くと。新橋にめっちゃうまい寿司あった。ほうほうほう。縁側もね、あの、回転寿司の縁側って縁側じゃないんだよ、あれって。回転寿司の縁側は縁側じゃないの。サーモンもサーモンじゃないのね。小肌でその店の質がわかるらしい。いや、俺は、わかんないけど、小肌行くね。小肌とか卵とか、その、なんか、癖がわかるっていうか。鉄火巻き好きな人は俺はおすすめしたいのはトロタクだね。最近ね、結構出す店増えたけど、あんまりそのメニューに載ってないんだよ。そう、トロタクも好き。巻物はトロタク頼むね、昔から。だらいけさん、どうもいらっしゃい、初見さん。楽しんでてください。今、寿司とか食い物の話で盛り上がってますね。しめ鯖嫌い。あのね、でもね、うまいしめ鯖あるんだよ。もう、しかもそれ寿司屋のしめ鯖じゃなくて、しめ鯖専門みたいなのがあるんだけど、うまいのはうまいよ。しめ鯖行くよ。わさび巻き食ったことないな。トロダクって響きですでにうまい。いや、簡単だよ。鉄火巻きっていうか、トロとたくあんだよ。で、そう、たくあんを太いたくあんで巻くのか、
あのね、うまいのは刻んだたくあん。刻んだたくあんと、とろたくがうまいんだよね。さんま寿司。あー、食ったことない。さんま寿司。うん、あー、めねぎ？めねぎって読むんだっけ？何がうまい？うまいよね。なんだろう。うん、エビとか、いや、寿司は全般的に好きだね。貝とかも好きだし。赤貝とか好きかな。うん。でも、東京の寿司はダメだわ。俺、江戸前寿司合わないわ。関西の方が寿司は合う。炙りサーモンとか、キングサーモンとか、うまいんだけど、なんだろう。うまいけどね、全然。なんでも好きだよ。うまいよ。え、なんて読むの？マス寿司って読むのかな？わかんない。光物難しいよね。でもまあ全然食べてないけどね。ほんと回転寿司だけだよ。缶詰の。なんだろう。蒸す焼くを店でやってるところは穴子でも。はあ、なるほど。はい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 。船寿司わかんないわ。バッテラ好きだね。バッテラ好き。いや、やっぱ好きだよ。日本人だから、寿司は。なんだろう。いや、あのね、あんまり嫌いな食い物はないんだよ、俺。食わず嫌いでこれ嫌いみたいなのないね。何でも食う。ね、何でもうまいっていう。うん。だから俺、マジで好きな食べ物何って聞かれた時に、いつも答えるの米って答えるんだよ。缶詰の赤貝あるんだ。本当に米なんだよね。だから米が絶対日本食出てくるから、何でも好きなんだよ。美味しいうなぎ。じゃあ、成田がうなぎうまいんだぜ。知ってる？成田ってうなぎ名産なんだよ。成田のうなぎうまいぜ。うん。まあ、そうだね。バッテラ子供の頃の方がうまかったかもしれないね。うなぎはうまいよ。あれ、タレがうまいもんだって。あんなタレのうまさでしょ。静岡ってイメージあるでしょ。千葉だと関東だと成田よ。名産の。好き嫌い多いんだ。俺、子供の頃から、何でも食えっていうのを家訓だったんだよね。で、とりあえず食うよ、やっぱ。で、まずいものはまずいであるんだけど、嫌いとかじゃないんだよ。まずいっていうか。うなぎのかば焼きは、匂いが反則だよね。うん。ほんとに。うん。ネットワークビジネスやってるときに、そのうなぎの例えをよく先輩に言われたね。うなぎ屋さんってうなぎのセールスやらないだろうって。そう。うなぎ屋さんって香りを嗅がせるんだよ。それが営業なんだよって言われて。で、ネットワークビジネス失敗するやつって買え買えって言うんだけど、うなぎの勧誘やられたら嫌だろうっつって。だから嫌われんだよ、みたいな。だから、なんつうんだろう。本当にいい商品とかって、体感をさせてあげることが大事なんだ、みたいな。たこ焼きとお好み焼きと焼肉嫌い。粉物が嫌いと焼肉が嫌いなんだ。へぇ。焼き鳥物ね。うん。穴子はいける。うなぎもうまいけどね。うん。いや、食い物でもこれから楽しみなのは旅配信でね、ご当地のうまいもん食えるかんな。仙台で牛タン食うぜ、俺。水戸では納豆食おうと思ってるしね。教えてね、みんな。土地のうまいもん。でもね、俺びっくりしたのが、納豆って全国区だと思ってたの。関西の人って納豆本当に食べないんだね。俺びっくりしてさ、留置所でみんな不思議そうに聞くんだよ。東京から来たっつうと、納豆って毎日食べるって本当って。いや、本当ですよって言って。毎日っていうのは語弊があるけど、冷蔵庫の中に常にストックがあるぐらい食べますよって言ったら、びっくりするんだよ、関西の人って。まあ、それ奈良の留置所だったんだけど、なんであんなのがうまいのって言われて、食べないんすかって思って、あー、生のシラスうまいね、わかる、生のシラスうまい、違うのかな、なんか奈良で聞いたら納豆食べない人ばっかりだったんだよね。普通に食べる大阪の人とか。うん。いや、俺別に留置場の話結構するけど、
俺の勘違いなのかな、関西の人って納豆食わないんだと思って、スーパーで売ってないって聞いたんだけど、違うのかな。新しいフォロワーさん、ダライケさん、ナーさん、パミオさん、フォローありがとう。なんで留置所入ったんだ俺、だから、あれだよ、詐欺だよ、詐欺。納豆関西人。あ、じゃあ食べるんだ。普通に家庭出てくるんだ。うん、おはよう、マリアン。おはようございます。関西でも食べる、食べない人いる。ほー。なるほど。じゃあ、そろそろお別れします。お疲れ様でした。長い時間ありがとうございました。ちょっと僕、昼間、ギャンブルしてこようと思います。勝てることを祈ってください、ぜひ。ちょっと、オフを楽しもうかなと。うん。ありがとうございました。お疲れ様でーす。アイテムいっぱいありがとう。おつー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。